皆さんこんにちは。キラッチ役の山下奈々美です。ミルパン役の大森みちかです。ラビリー役の田中みなみです。すごいマスコットの3人が揃いました。ぬいぐるみもこうやって置いてもらって、ね、いい、誰がどのキャラクターかよく分かるようにしていただいておりますね、はい、今回はプリちゃんからいろんなお知らせや最新情報を発表していきます。プリちゃんから、そう、プリちゃんからプリちゃんからってこと、からってこと、からってことは、まあ、いろんな私たちが見れるというね。なるほどね。このね、プリちゃん以外の私たちもいますから、はい、そちらも最後までね。結構アフレコとかでもね、そうだね、あることはあるんですけど、動画はなかなかないんじゃない。そうだね、こうやって番組を通して、うん、わーっていうのはすごい ね、なかなかない機会なので。久しぶりだし、みなみがもうショートになってるもんだって。そうですバッサリ切って。そう ね、結構髪もね、にちかちゃんも切ったもんね。そうなの、うん、でも、ななみは、私は長いまんまなんですけどみんな新鮮な感じで、今日は3人でお届けしていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。お願いします。プリちゃん、まず最初のお知らせですが、10月1日から遊べるようになるプリタマ3弾からサンリオキャラクターズコラボがスタートします。すごい、イエーイ。私たち大好きでしょ、サンリオ。いや、もうだって3人でチューバンド行ったじゃないの。行った、ちゃんと写真に残ってるから ね。コラボ期間は、うんうん、プリタマ3弾から5弾の予定で、期間中はゲームにコラボコーデ、プリちゃん会員証、パシャットアイテムが登場します。今回はなんと、3弾から5弾のコラボコーデを全部見せちゃいます。全部、まずはですね、10月1日スタートのプリタマ3弾で登場のハローキティとマイメロディクロミです。こちらになります。可愛いですね。そしてプリちゃん会員証もこちらになります。可愛く仕上がっております。いいね、マイメロディクロミのパシャットアイテムもございます。寄り添ってて可愛い、なんか分かるか、いいですね、そしてプリタマ4弾では、シナモロールリトルツイスターズでーす。可愛い、これもすごい可愛い。そしてプリタマ5弾では、ポムポムプリンです。美味しそうだね。美味しそう、ね。シナモロール、リトルツインスターズ、ポムポムプリンの会員証は後日公開になっております。 お楽しみに、さらにこのコラボのための書き下ろしイラストもございます。これです。かわいい。どどん、すごい豪華だね。ねえ、リンゴマリンもいるんだ。そして他のキャラクターたちも順次公開予定です。あれ、何が来るかな、何が来るかな、いるかな、いるかな。ということで、サンリオのコラボぜひ皆さん楽しみにしていてください。プリちゃん、続いては現在好評発売中のプリタマ GO のお知らせです。もう手元にあります。私はね、これ前回出させていただいた時も触ったんですけど、2人は、私初めてなんだが、あれ持ってんの？実はね、持ってるの、マイタマゴ。あ、そうなんだ。すごい、そうなの。いいな。でもこの色は初めて触らせてもらった。嬉しい、ね、それぞれ違うんだもんね。こんな感じですね。かわいいよ。はい、そしてね、プリタマ GO は、カメラで秘密コードを読み込むと、プリタマ GO で使えるスペシャルなアイテムがもらえちゃいます。 お店のゲームやプリちゃんゲーム公式ホームページ、雑誌などで、プリタマ GO 専用秘密コードを公開しているんですけれども、今日はこの動画でも公開しちゃいたいと思います。やったー。出ている二次元コードをプリタマ GO のプリズムストーンモードで撮影してみてください。じゃあ私たちもね、今手元にあるので、ね、やってみよう。じゃあやってみるか。スキャンしちゃうね。よろしく。何がもらえますかね。できた。パーティー帽子。ここにカメラがある。かわいいよこれ。あれ、みなみはまだちょっとね、私のラビリーね、まだね、プチマスコットなんだよね。ちょっと待って、まさかの、ちょっとね、まさかのね、まだね、おしゃれのところやるとね、今は遊べないよ。じゃあこれをちょっと着せてみますか。着せてみよう。さっきね、マーケットで実はパーティー帽子買いました、はい、なるほどね。そういうことだったみたい。ゲットできるのね、そう、なので、ネットに並ぶという。
そう、マーケットのね無事購入できたのではい、あー本当だ、ちょってかぶってる、ちょって三角の見えるかな、パーティー帽子見えるかな、かわいいの、みんなもね、この秘密コードでアイテムをぜひ手に入れてください、うん、ぜひお願いします。はい、そして全国のプリズムストーンショップ店頭にもスキャンできる秘密コードがありまして、うんうん、メガニーフレームがもらえるということです。今回はメガニーフレームを用意してもらってるので、みんなで写真を撮っていきましょう。はい、 あった、あ、もう表示できたの、早くない？結構近いんじゃない？え、メガニーどっちにいる？メガニーこっちにいる。じゃあ私こうやった方がいい？アウト。あ、めっちゃいいんだが、え、どうなってる？いくよ、はい、チーズ見せて。うー、見えるかな？いい感じ、いい感じ。いちょっと待って、マスコット進化したんだけど。え、チーズ、どれか、それか、めっちゃいいことが起きてる。アイドルマスコットになった。すく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 やん。すく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 あー、もう完全なる人型、びっくりした。やっぱさすがメルパンだな。さすが早いね、しっかり者だからね、メルパンね。全然メガ兄さんと私写真撮れてないんだけど。何やってんだろう、本当。ちゃんとメガ兄さんと撮ってください。ぜひぜひ撮って遊んでください。お願いします。プリちゃん、ゲームのプリちゃん情報になります。現在プリタマ2弾が好評稼働中ですが、10月1日の木曜日からプリタマ3弾が遊べるようになります。やったー。そしてなんといっても、はい、3弾ではラビリーでプレイできます。やったー、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 待ってた、待ってたよ、待ってたよ。よかったねー、よかったねー、ラビリー、嬉しいラビだよ。あの、みなちゃんがここにいますので、うん、はい、実際今日はみなみにプレイしていただこうかと思います。いいんですか？いいんですよ。もうせっかく今日はね、こうやって3人で動画を撮っていますし、はい、遊んでいきましょう。ラビリーが、ライブしている姿はなんと初公開になるということです。すごい、責任重大だよ。そうね、今思ったけど、かなりの責任が、ね、プレッシャーがのしかかってますが、はい、頑張りたいと思います。ラビリーのね、その素敵な姿を皆さんにお見せできるように頑張ります。うんうん、よし、じゃあ頑張るぞ、やるぞ、こっから見守っててくれ。うん、通信成功。あ、いたかわいい、かわいい。マリアが喋ってる。キラキラした。ビナミユユ、すごい、かわいい。上見て、あ、いプリちゃんで遊ぶ。今回はこのイルミナアイドルいるよやりたいと思います。はい、はい、じゃあ普通でいきます。普通でノーマルで。そうね。あー、ママが動いてる。かわいい、動いてるよ。かわいい。ちょっとね、せっかくなので、じゃあラビリーでぜひぜひやります。喋ってる、感動。プリタマ GO からね、読み取れるんですよ。QR コードで読み込みます。すごい、じゃあできました。来てる、すごい。コーデができちゃいました。最強チーム、最強チーム、ね、ピックのコーデ着てるじゃん。なんか恥ずかしいですね。あ、そう、あ、始まりました。あ、頑張って頑張って。タイミング、タイミング重要。かわいい。あ、踊ってる。どっち見たらいいのか分かんないよ。かわいいよ。あ、こっちだった。やっぱセンターでね、ラブリー踊ってるのかわいいね。すごい。お、プリタマキャッチだ。キャッチして、キャッチして。え、笑ってる、笑ってる。あ、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 
いた、ね、ダンダンダン、かわいい、フリタマキャッチ難しいんだね。フリタマキャッチ難しいよ。気づいたからね。突然来たから。わーってなっちゃう。あ、なんかすごいいっぱいゲットした。うん、いやーよかった。いやよかった。楽しい。すく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 。詳しい情報は後日ホームページやツイッターで公開していきますのでお楽しみに。はい、もう情報がたくさんございました。はい、盛りだくさんでした。全部ぜひぜひチェックしてみてください。以上、プリちゃん情報でした。じゃんけんぽん。改めまして自己紹介します。はい、まなかの役の田中みなみです。月川知り役の大森にちかです。はい、太陽ペッパー役の山下ななみです。ナンシュナーでーす。ということで、はい、ここからはですね、プリパラのお知らせになります。なんちゃ、はい、南が、あれ、私が、はい、そうですね、早速仕切らせていただくんですけれども、うん、まあね、やっぱたくさんある中で、うん、このビッグニュースを私たちは持ってきましたよ。持ってきました。まずはこちらからです。私たちノンシュガーのスパイシーホットケーキのアニメ CG ライブができました。約束された可愛さがですね、はい、ちょっと皆さんもね、待ちに待っていたんじゃないかなと思うんで、早速ご覧ください。いやー、始まったー。衣装も新しいし。そうなのよ ね、 ね、この衣装なんだよね。これで動いてるの、ほんと泣いちゃう。泣いちゃう。いや、多分もう今画面の前で泣いてる人、みんな泣いてるよね。待ちに待ったよね、きっと。ほんとだよね。うわー、待って、これ私たちがさ、こうさ、ライブとかで踊ってたやつをそのまま、ねえ、またなんか、これ顔見合わせるんだよね、いつもね、ライブでも。そうなの、そうなのよ。いや、嬉しいね。嬉しい。だってもう
私たちはずっとね、一曲で戦ってきたからさそうだよね今そうだね、興奮して新しく3人が並いてるの嬉しいね、嬉しい、ここ好きだな、かわいい水玉なんだよね、中のそうだね、透明なちょっとチラッとチラッと見えて、わー終わり待って、今からじゃないの今から、熱いとこだよ、これ、ここのとこやん、これやるとこだったのに、気になる先が、でしょ、全部見たいよね、見たいよね、またね、こうね、フルでいつ見れるのかなっていうのをね、うん、皆さんも楽しみにね、待っててくれればなと思います、本当に嬉しいです、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃんけんぽん。ではここからはゲームプリパラの最新情報をお知らせします。はい、ライブ8弾が9月17日から遊べるようになります、うんうん、追加される新コーデの一部を紹介していきます。お、もぎたてラーラミレイノンコーデ、やったー、2018年に行われたプリズムストーン選抜総選挙で作られたチーム、うん、マーブルミラーノンズのコーデになってます。やったよ、のみちゃん映ってるじゃん、いやそうなのよ、やっとこのチームが動き出したかという感じで、ね、確かに満を持してですね、満を持して、では続いて新曲情報です。ミレイのソロ曲プリットパーフェクトです。おプリ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 かわいいですね、かわいいね、ラーラとノンの姉妹デュエット、うん、マーブルメイクアップアハハです。これもね、アニメの方でね、一回、うん、歌ったんですけども、うん、なんとついにですよ、ついに嬉しいです。ダンプリにパニックラビリンスが登場します。あらー、面白い、個性弾けてますね、もうすでにね、動き、あの動きをやってくれるんだね、ダンプリンメンバーが ね、面白そう、どうなるのか楽しみですね、そしてそして、うん、あ、大事よ、次、何、次大事です、大事だ、10月15日からはスパイシーホットケーキのダンスがゲームに搭載されます。すごい、私たちがいつもライブでもね、踊らせていただいている振り付けなので、うんうん、ぜひチェックしてほしいですね、うんうん、しかもこれあれだよね、アニメ CG ライブと同じダンスになって再登場して、しかもアニメ CG ライブが流れるスペシャルステージになってるっていう、盛りだくさん盛りだくさん、さらに初公開情報がございます。お、11月19日からはフォトチケモードにプリパラコレクションノンシュガーが登場します。スパイシーホットケーキのワンシーンやアニメの名場面が楽しめるノンシュガーだらけ全35種すごい、ここに全種類集められたいの、集められるのかなこれ、ね、すごいだけど、手元にありますよ、見てみてね、キラッキラだね、マジでキラキラ、キラキラだよ、マジでキランキラン、このチリちゃんかっこいい、どれどれ、なんかこんな、あ、ほんとだ、キメだね、ね、キリッとしてるね、私はね、ペッパーがウサちゃんを食べようとしてる、食べないでウチャーって文字が書かれてるやつ、名場面だよ、いや、ほんと名場面ですからね、だらけですね、この忘れられないですね、ポトチケいいね、いっぱいある、いいね、トライアングルもいるんで、あ、ぜひぜひ、ほんとだほんとだ、はい、ぜひぜひたくさん遊んでみてください、お願いします、じゃーん、見てください、すごい、こんなにいっぱいね、グッズがありますので、うん、早速ですが、順番に紹介していきたいと思います、はい、まずはですね、6月に開催されたプリティオールフレンズ2020コラボカフェ書き下ろしイラストでノンシュガーが肩にかけていました、うさちゃんのポーチがなんと商品化されることになりました、やったイラストはこちらなんですけれども、はい、これがなんと実物もこちらにあるんですけど、はい、見てください、じゃんじゃん、かわいい、これ食べたくなるね食べないでめちゃくちゃふわふわして美味しそう、いやすごい、すごいよ、チェーンもほらゴールドでさ、そのまんまなのよ、絵とまんまだね、まんまだね、欲しいねって私たちも言ってたからさ、うん、そう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 、まさかこうしてグッズ化です、ま、受注はね、すでに始まっておりまして大人気だそうで、受注はですね、9月13日までですので、アモカフェのウェブショップからご応募ください、そしてですね、なんと、うん、私たちがプリちゃんで演じているマスコットたちのポーチも登場します、やったー、ほら見てー、
ゃん、キラッチュ、メルパン、ラビリー、じゃ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 ん。いやね、うちマスコット携帯のね、キラッチュがつぼないよ。わかるわかる、ね、かわいい。あの、喋ったんですけど、いいんだよ。ちょっとね、あ、これプリタマゴーめっちゃ、あ、あ、プリタイルの、あ、ちょうど入る。あ、すごい。かわいい。ぜひぜひ入れてほしい。それは可愛いの。ちっちゃなお友達でもつけてもらえるしね、うん、ここがポコンって外れて、これが安全だね。安全なので、ぜひちっちゃいお友達もぶら下げてぶりたまごを遊んでみてください。お出かけしてね。こちらもですね、同じくアモカフェさんのウェブショップで予約受付中ですので、ぜひともお手に入れてくださいね。お願いします。そしてキラキラキラちょっと私が今から言おうと。そしてですね、まだあります。なんとキラッとプリちゃん&プリティーオールフレンズから可愛いランチボックスが販売しています。こちらです。じゃんじゃんじゃん、キラッチが持っててくれますね。こちらなんですけど、キラッとプリちゃんからは、うん、リングマリーとラビリーも入った集合イラストのランチボックスです。うん、ほら、うん、ラビリーちゃんも、あ、いる。リングマリーちゃんも嬉しい。ラビリー、プリティーオールフレンズからは、うん、書き下ろしイラストを使用したランチボックスです。これです。はい、こちらですね、ノンシュガーのランチボックスになってますね。他にもサラミスマイル、ドレッシングパフェのランチボックスもあります。はい、すごい。こんな感じでキャラ弁を作ってみたりしたらすごく可愛いんじゃないでしょうか。うさちゃんがいるね。食べちゃってください。食べちゃって、このうさちゃんは食べちゃってください。食べていい、美味しくいただいてください。その他のプリティオールフレンズグッズと合わせて、うん、アモカフェさんのウェブショップやプリズムストーンカフェ店頭で販売中です。お願いします。お願いします、はい、そしてまだまだお知らせはございます、うん、なんと11月下旬にはプリティオールフレンズ2020のノンシュガーイラストをモチーフにした折りたたみ傘も販売いたします。安い、これは上がる、これは上がる、これすごい。めっちゃ使えるね、折りたたみ傘。こちらもアモカフェウェブショップさんで受注販売を開始します。9月中旬から予約開始ですので、詳しくはプリズムストーンカフェのツイッターやアモカフェウェブショップさんをご確認ください。まだまだ可愛いグッズが盛りだくさんです、うん、プリちゃんのマスコットたちのお座りぬいぐるみがプリズムストーンショップにて発売中です。キラッチュとメルパンとラビリーのね、3種類です、はい、ね、ずっとここにいてくれましたけれど、ほんとね、めちゃくちゃ可愛いんですね。ちゃんとお座りするってそう、ね、もう尻尾もみんな、尻尾もこれ、おのおのの尻尾、星がついてる。あ、そうね、アラビリーと尻尾お揃いだ。そういう、そうなの。あれ、キラッチュだけ星ちゃんついてるんだけど。チャームポイントだからね。チャームポイントなんだ。手に入れて可愛がってあげてください。お願いします。続いてはですね、うん、昨年2019年の冬に行われたプリズムストーンオーディションで選ばれたアイドルたちの書き下ろしイラストを使用したグッズラインナップを公開します、はい、こちらです。だだーん、はい、いや、いっぱいあるんですけども、フリントダイル、タペストリー、こちらにあるのがアクリルスタンド、アクリルスタンドですね、うん、大きい、大きいね。そうなんですよ、すごいじゃん、アクリルスタンドがあります。こっちのね、未来ちゃんとラーラはナイトって感じだよ。あ、本当だ、いいね、なんかラーラちゃんのポーズかっこいい感じも入ってね、うんうん、はい、あ、おー、あー、あー、そんな、未来ちゃん、未来ちゃん、そんな飛んでくもんなの。そんなことって、そんなことってある、そんなことってある、申し訳ございませんでした。そして、うん、缶バッジもありますね、こちら、うん、これだ、これだ、はい、じゃーん、じゃっじゃーん、トレーディングですね。私はドロシー。あ、でもあれ6種類あるってことだよね、うん、きっと、うん、はい、お、そしてトレーディングアクリルキーホルダー、これですね、はい、これです、かわいい。こちらはですね、うん、プリズムストーンショップにて9月12日発売です、うん、さらにアイドルの誕生日をお祝いする、うん、ハピプリバースデーシリーズに10月10日がお誕生日のキラッチュグッズが登場します。ということで、書き下ろしのイラストを初公開します。そう、こちらです、じゃん、かわいい、なにこれ、飛び出
券のキラチュー、わーみたいな感じでボックスプレゼントですよ。10月10日が誕生日なんだね。本当だね。そうなんですよ、あの未来ちゃんが初めてキラッチュを書いた日が10月10日なので、そういうことなんだ。グッズは10月3日よりプリズムストーンショップ店頭でアクリルスタンド、キーホルダー、缶バッジ3種のアイテムを販売します、うん、またプリズムストーンウェブショップグルーヴカレージプリティシリーズストアでは10月1日より予約が開始されます、うん、プチキラッチュアクリルスタンド、フルグラフィックTシャツもありますよ。チェックしてください。そしてプリティシリーズの名場面を新たに書き起こすメモリアル企画、うん、ハピプリメモリアルに2014年から放送したプリパラ1期が登場します。はい、これです。もうラーラが映ってるっていうのがね、すごくいいし、可愛いですね。そう思いますよ。こちらはですね、10月3日発売予定となってます。そしてそしてなんと、うん、プリティリズムのゲーム筐体が、はい、プリズムストーン原宿店で復活します。すごい、これは嬉しいね。みんな喜んでるんじゃないかな、うんうん、プリズムストーンは出てこないのですが、うんうん、なんとゲームを遊んでくれるとプリティリズムのポストカードがもらえます。お、第1弾のラインナップはこちらです。懐かしいね。ぜひぜひゲットしてください、ね、こちらは9月から稼働しておりますので、ぜひ原宿店で遊んでみてくださいね、うん、はい、ここまでいろいろとお知らせをしてきましたが、うん、ついに最後のお知らせとなります。寂しい寂しい上田3人でやってきたんだけど、うん、はい、ですね、9月20日に行われるプリパラ配信ライブ、プリパラフレンドシップ2020パラダイストレインのチケットが好評発売中です。配信ライブという形ですけどね、うんうん、皆さんと一緒に楽しい時間が過ごせるように、うん、私たちもちょっと参加して頑張るので、はい、ぜひ見てほしいなと思います。楽しみに待っててください、よろしくお願いします。そしてライブつながりとして、うん、はい、なんと、うん、いいですか、行っちゃいますよ。行っちゃいますか、うん、はい、ノンシュガーの単独ライブ約束のテヘペロピタですわが2021年に開催予定になります。じゃんけんぽん、じゃんけんぽん。いやー嬉しいね、温めたものとかも、うん、たくさん私たち持っているので、うん、はい、ぜひぜひたくさんの方に来ていただけたらなと思います、うん、待ってます、待っててください。そろそろお別れのお時間となります。あら、もういっぱいあったからみんな覚えられたかな。何度でも見てほしい。そうね、復習して、うん、そうね、うん、嬉しいお知らせだらけで、本当だね、マスコットとしても、うん、ノンシュガーとしてもね、うん、スパイスホットケーキの新 CG とか、うん、ライブのお知らせとかもできたし、盛りだくさんだった ね。プリパラもプリちゃんも、うん、ね、でも本当プリティシリーズが10周年ということでキャラクターも増え、うん、そうだ ね、みんなでね、こうやってね、グッズにしたり新しい情報を出して盛り上がっていってる感じが、うん、なんかとっても嬉しいですね。はい、私たちも頑張ろう、ね、頑張ろう、頑張ろうね、うん、ではではまた会いましょう。バイバイ、バイバイ。この動画が面白かったら、ひらっと高評価、ひらっとチャンネル登録、よろしくお願いします。